こんにちはテンバーーカデミー堀秀夫です俳優の大杉蓮さん、旧市と、ねえー、非常に元気で,でグルナイとか出てたんですけどで撮影してね、えー、その後食事をしてホテルに戻ったらお腹痛いと病院行って、えー、お亡くなりになったまあねこれはもう本当に理想的な。 ピンピンコロリだなというふうに思いました。まあ、長生きしてね、えー、コロリと死ぬと。で、66が長いかどうかというのは、まあ、微妙なとこなんですけど、まあ、少なくともね死ぬその前の日、あるいはね、まあ、その日と言っていいんでしょうか、まで働いててね、で、仕事仲間に見,見取られてというか、ね、最後まで一緒にいた仲間に見取られてお亡くなりになったと。まあ、えー 人間いつ死ぬか分かんないってこともありますけど、まあ死ぬならそうありたいねというね、えー、なかなか理想的なお亡くなりになり方じゃないかなと思いましたで。そんなね、ことで、まあいつ死ぬか分からないというのが世の中なんでね、えー、まあ、そんなに売れなかった映画の中でね、えー、いつかは危険な言葉だと、ね、いつか行ってみたいとか、いつかやりたいとか、いつか欲しいねとかいうのはね、えー、いつかというのは危険な言葉だと。 永遠に実現しないと同じというのがね、ありますけど、えー、好きなことをいつでもできるように、えー、いつでもね、えーや、やれることはやりたきゃやろうというのをね、えー、その九死の、えー、ニュースを見て、改めて思いました。私もね、えー、ピンピンコロリ、えー、元気でいたと思ったのに、あっさり亡くなったねと、ねあっさり死んじゃったねというようなね、えー、そして充実した人生を送れればいいなというふうに思いました。 以上、天板アカデミー堀秀夫でした。